金ヶ崎町は、岩手県南西内陸部の伊沢郡に属する町。町名の、けは大文字である。金ヶ崎町中心部の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成平成27年国勢調査より前回、調査からの人口増減を見ると、2.63%減の15,895人で、あり。 増減率は、県下三十三市町村中六位。平安時代に、奥六軍を支配した、豪族安倍氏の城作である、懲戒作跡古代には、大和朝廷の江戸征伐や、前九年の役、後三年の役などの戦場となり、中世には、伊沢軍主である柏山氏が、大林城に居城して、伊沢地方一帯を治め、近世には、伊達藩北原の町として、 南部藩と国境を接していた。農協、西京町の基幹産業は農業であるが、工業の発展も著しい。町内には岩手県内最大の工業団地工業団地がある。2018年の製造品出荷額は約6123億円で岩手県内第1位である。これは東北地方全域の市町村の中でも仙台市、岩木市、郡山市、 黒川郡大和町に次ぐ第5位の数字である。主な事業所郵便局イオンスーパーセンター、金ヶ崎店、ビッグハウス金ヶ崎店を中核都市、飲食店、薬局、コンビニエンスストア等が国道4号線沿いに集中する。金ヶ崎駅、ありがとうございます。